いい加減泣き止んだらどうだ。もう少しで解放されるんだからよ。そうそう、お前の両親がちゃんと言いつけを守って我々との取引を黙って見逃せばな。もしお前のパパやママが俺たちのことを警察やタイマニンに通報すればどうなるか分かってるだろう。殺害だ、殺害だ、殺害だ。なんか影が今世界が荒いんだから。だ、目標を発見、目視したパブリでは怪我もなし、幸い拘束もされていないみたいね。赤いスーツに金髪のタイマニン、まさかこいつ花のシズルか。ほら、こんなジッパ人からげみたいな魔族にまで私の名前って知られていたのね。こいつすかした顔をしやがった。何が花のしずるだ。そっちは一人、こちらは多勢、何を恐れる必要がある。っていうか、あの政治家夫婦どもタイマニンにチクりやがったな。せっかく俺たちが優しくしてやってんのに約束を破るとか許せないよな。よっぽどこのガキを殺されたようだしよ。
私がここにいるのに人質のその子を殺させるわけがないでしょ。それに多勢に無勢と言えるほど戦力に差があるのかしら。強がってんのか。この部屋の中にいる人数はそれほど多くはねえが、取引を終えた奴らが合流すればどうなるだろうな。そのあなたたちの大事な取引だけど、雷撃と残機のタイマニンが今頃叩き潰していると思うわよ。な、おい、それが本当ならまずいんじゃねえのか。どうせハッタリだ。それにこの場ではどう考えてもこちらの方が多勢。この際だ、花のしずると人質のメスガキをまとめて殺してしまえ。させないって言ったわよ。木遁の術たーっ。倒れたやつは構うな。人数はこっちのが多いんだ。波状攻撃で畳みかけろ。うん。たったこの程度の数で波状攻撃だなんて、決闘が茶を沸かしそうだわ。うわぁ。この程度どれで言っても物の数ではないけど、さすがにキリがないのね。ちょっとればこれで。なんだこの鞭は。絡まってほどけねえ。あまり動かないのをおすすめするわよ。もがけばもがくほどバラのトゲがあなたを苦しめるから。何を、お、あー、いてちくしょう、逃げ。逃がすわけもないじゃない。あなたもそこで寝てなさい。トゲが、トゲが。くそ、花のしずるの鞭からは逃げられないとでも言うのかよ。だが、てめえ以外の身はどうだ。人質のメスガキを殺されたくなければ。もちろんそんなことはさせないに決まってるでしょ。なっ。忍法放ち乱。こんなところかしら。さあ、もう大丈夫よ。怖かったわね。でも、すぐにお家に帰れるから、安心して。お
姉ちゃん、本当に帰れるの？ええ、もちろん。あなたのパパやママも絶対に無事ですから、一緒にお家に帰れます。あのね、さっきの花びらがバーってなったの、すごく綺麗だった。ありがとう。どうやらパパとママの方へ行っていた味方から連絡があったみたい。ちょっと静かにしててね。こちらしずるよ。人質の女の子は無事、無傷で確保したわ。こちら、特務中隊所属、雪風よ。同じく、秋山凛子です。取引現場は無事に制圧が完了しました。もちろん、取引に協力させられていた政治家夫妻も、無事に保護してあるわ。はい、わかりました。二人はさすがね。先輩として鼻が高いわ。それほどでもあるかな。ところで、暴れ回ったりしたせいで、施設を破壊してしまったりはしてないわよね。その、いいですね。施設の一部は駐破してしまいました。敵に胸部のことを揶揄するようなことを言われ、雪風がソウルハンマーをぶちかましてしまい。あれは天罰よ。人の胸を見るなり第一声があれだったんだから。いや、しかしだな、ペチャパイと言われたくらいでいきなりあれはないだろう。そういう凛子先輩だって敵にいろいろ言われてブチ切れていたじゃないですか。あれはどう考えても奴らが悪いだろう。あなたたちは何をしているのよ。いいわ。本当は良くないんだけど、後始末は私の仕事でもないし、今回の施設破壊も彼がどうにかしてくれるでしょう。そうよね。私たちは前線での戦闘員だし、そういうのはバックアップがちゃんとしてくれるし。だが、いつも彼に頼りきりになるのもどうかと思うのだが。そう思うのなら、もっと気をつけるようにしなさい。二人とも実力は申し分ないくらいあるんだし、些細なことを言われて怒らないようにしないとダメよ。もしもし、こちら高坂しずるです。こちら特務中隊隊長風魔小太郎。しずるさん、任務はどうでしょうか。小太郎くん、あの二人を派遣してくれて助かったわ。無事に誘拐と魔族の取引を同時に解決できました。了解です。しずるさんなら問題はないと思っていましたけど、怪我などはしていませんか。私たちも誘拐されてた子も全員無事よ。それで秋山さんのところとこちらへ人を送ってもらえる？大丈夫です。そちらはすでに手配済みなので、間もなく到着すると思いますよ。はい、承知しました。そうそう、水木さんたちが暴れたらしいから
施設がどうなっているかわからないけど。結構な感じだったら、ちゃんとかばってあげてね。え？ちょ、え？それはどういうことですか？まあ、向こうに派遣した人に聞いてみたらどうかしら。では、通信を終わります。じゃあね、小太郎くん。ちょ、まあ！お待たせ。ちゃんと静かにできていい子ね。あなたのパパとママもちゃんと無事だったそうよ。それにすぐにお迎えが来てくれるから、お家に帰るのはもう少しだけ我慢してね。